トゥーランド Vlog のお時間です。はい。巨石に刻まれし古代文字、ペトログリフシリーズ、超考察、第2弾。過去1万年の中で、地球最大規模の災害と言われる、光カルデラ大噴火は、超古代の日本列島を西と東で分断し、壊滅的な被害を受けた九州縄文人は、海洋民族ラピュタ人と共に海を渡り、長い年月をかけて、再び日本へと戻ってきていた。今回は、日本の数少ないペトログリフ研究者、竹内勝忠先生の説とともに、トゥーランド Vlog がこれまでに扱ってきた、様々な古史古伝や極秘古伝を合わせて、徹底考察していきます。ということで、先週に引き続き、本日もペトログリフシリーズ、超考察会でございます。はい。前回の動画では、人類の起源を700万年前から辿っていき、現在のホモサピエンスとなるまでの過程を学術的な観点から振り返り、日本列島にね、人類が足を踏み入れるまでの流れを、ね、見ていきましたよね。そして4万7000年前の世界最古の片道航海と、日本で確認されている3万8000年前に行われた、世界最古の往復航海について、深掘りしていきましたよね。はい、あれおもろかったよね。なかなかね、ねこのスパンで人類見ることないから、ちょっとびっくりした。ね。で、その結果、世界各地に巨石文化を伝えた謎の海洋民族、ラピュタ人と高度な文明を持ちながらも、1万年以上平和な暮らしを続けたと言われる縄文人は、非常に近いルーツがあった可能性が、ね、浮かび上がってきたわけですよ。そうやね。それではね、縄文時代の日本を拠点とするようになった海洋民族ラピュタ人と、縄文人はね、ここからどのような変遷を遂げていくのでしょうか。今回はね、そこからさらに歴史を進めて、縄文時代の形をね、大きく変えてしまった、7300年前の、第一元から深掘りしていきたいと思います。はい。日本史上最大の天才、日本では数少ないペトログリフ研究家の竹内勝忠先生の説によると、光カルデラが大噴火した7300年前頃、世界中で火山の噴火が起こったといいます。はいはいはい。この光カルデラの大噴火は過去1万年で見て、地球最大規模だったと言われているんですけれども、この大噴火の被害によって、九州南部に住んでいた縄文人の生活はね、壊滅寸前にまで追い込まれたと考えられているんですね。そんなでかいやつやとね、とてつないからこれは。はあ。さらに機械カルデラ大噴火より火砕流で火山灰もものすごかったから、ほう、もう何十センチって積もるぐらいの、で大津波でしょ、その影響で九州南部の照葉樹林は絶滅して、1000年近くかけて回復していったと、あら、推測されてるんですよ。この大噴火のせいでね、九州南部はもう1000年ぐらい人が住めなくなったと。千年、そういう風に言われてるんですね。前回お話したペトログリフシリーズの超考察第1弾ではね、当時の日本人は世界最古の往復航海を成功させるほどの高い航空術を持っていたことが明らかになりましたけれども、この機械カルデラ大噴火の被害を受けた九州縄文人と、日本を拠点としていたと言われる海洋民族ラピュタ人の一部は、もう被害すごすぎたから、海を渡って大陸の方で住むようになったと、考えられてるんですね。はいはいはい。そして機械カルデラ大噴火が起こった後、日本中の火山がね、その影響を受けて、もう相次いで噴火していたことが分かっているんですけれども、そんな感じで噴火しまくる火山の躍動を収めるために、日本中で火伏せ神事、火を収めるための神事が行われていたと、考えられているんですね。で、日本のペトログリフ研究者の第一人者、竹内勝忠先生は、この火伏せ神事の証拠の一つが、海洋民族ラピュタ人が配置した、オシト石山遺跡だと語っているんですよ。そうなんや。そう、こちらがね、オシト石山付近を上空から見た図です。はい。ね、熊本県にある押戸石山の頂上付近の巨石群は、列戦場に並ぶ列石なのですが、なんと、阿蘇山の火口に向かって作られてるんです。竹内先生はこの巨石の配置と作られた時期こそが、海洋民族ラピュタ人が日本中で火伏せ神事を行った最初の証拠だと考えているわけですね。ほうほう。先ほどもお伝えした通り、機械カルデラ大噴火が起こったのが、今から7300年前ということですけれども、この押戸石山に配置されている巨石群は、機械カルデラの火山灰で作られた地層の上にあるんですよ。上に。つまり
機械カルデラ大噴火が起こった7300年前より後の時代に作られていると。あーなるほど、いうことになるんですね。うん、しかしそれだけではラピュタ人が阿蘇山の噴火を収めるために火伏せ神事を行ったとは言い切れませんよね。まあそうやね、それだけじゃ。そう、そこで当時の北極星の動きと巨石遺跡の配置にね、注目してみたいと思います。はい、北極星っていうのは地球の天の北極のほぼ真上に位置する特別な星のことを指します。うんうん、で地球っていうのはこのようにグーンって動いてて、このことを歳差運動って言うんですけど、はいはい、これが約2万5800年で一周するため、うん、72年に一度ずつ、はあはあ、星の位置がずれていくわけなんですよ。はいはいはい、となると地軸の延長線上にある北極星も、まあ、時間とともにちょっとずつね、うん、動いてしまうんですね。そうやね。そう、例えば北極星ツアンっていうのは今から6000年くらい前から見え始めて、うん、そこから2000年後くらいに次の北極星コカブに切り替わってるんです。つまりね、地軸の延長線上にあった北極星ツアンから次の北極星コカブが見えるようになるまでの数百年の間は、うん、北極星が存在しなくなるとも言えるわけです。そうやね。厳密に言うたら北極星っていうのは天の北極に最も近い恒星のことを指すので、うん、まあ、存在しなくなったとはね、まあ、言い切れないんですけれども、うん、地軸の延長線上からはなくなってしまうんですよ。そうやね。でこの時期にね、海洋民族が航海の目印を北極星からオリオンの三つ星に切り替えたり、うん、まあ、信仰の対象をね、北極星から別の信仰に変えたりすることが、うん、まあ、実際に見られてるんですよ。なるほど。こちらの動画でもお話してきましたけれども、うん、まあ、世界最古のシュメール文明では、うん、北極星が見えなくなった時期に、まあ、北極星をシンボルとしていた天神アン信仰から、うん、まあ、風神エンリル信仰に切り替わったと、うん、まあ、言われてますし、言ってたね。竹内先生によるとね、世界各地で発見される巨石群は地軸の延長線上にある北極星を基準に配置されているものと、うん、北極星を基準に配置されていないものがあるそうで、おしと石山遺跡が作られたのはまさに北極星が存在しない時期やったんですよ。あーちょうどね。そう、まあ、図にするとこんな感じですね、うんうん、7300年前にこのね、機械カルデラ大噴火が起こって、まあ、そっから1000年近く住めなくなるけれども、うん、まあ、6000年くらい前から北極星ツアンが見え始めた。見え始めた。まずおしと石山遺跡は機械カルデラの火山灰で作られた地層の上にあるし、さらに北極星を基準にしていない石の配列であることから、うん、7300年前から6000年前の間に作られた巨石群であることがわかるんですよ。そうやね。機械カルデラ大噴火から1000年近くは住めなかったと考えると、うん、まあ、6300年から6000年前におしと石山遺跡が配置されたと、うんうん、まあ、推理できるわけですよ。まあそうやね。で竹内先生は石と石山遺跡が配置されたのは6500年前だと、うん、まあ、考察されているんですけれども、はい、そう考えたらこのラピュタ人たちはちょっと食い気味に帰ってきてるのよ、うん、ちょっとね、食い気味に、まだ荒れてる時期ね。まだね、はい、この時期はまだまだ火山活動が活発だった上に九州南部は人が住みにくい地域だったわけですけれども、うん、こんな大変な時期には、うん、海洋民族ラピュタ人は日本にやってきて巨石遺跡を作り上げているっていう、はあ、そういう話になるんですよ。荒れてる時に、そう、つまりそんな時期に作られた巨石遺跡が、うん、阿蘇山の火口に向かって配置されていることから、うん、言ったら機械カルデラ大噴火の被害がまだ収まりきってない時期に帰ってきて、わざわざ、うん、わざわざで阿蘇山の火口に向かってあんな大変な巨石群作ってるってことは、うん、これはラピュタ人はもう火伏せ神事を行っていたでしょっていうのが、うん、分かるわけですよ。そうやね。で竹内先生の説では九州熊本を中心にさまざまな考察がされているわけですけれども、うん、まあそちらにお住まいやからね、はいはい、同時期の東日本は一体どうなってたのかっていうのも気になりますよね。うん、機械カルデラ大噴火による被害を表した図がこちらになるんですけれども、お機械赤穂や火山灰のね、堆積範囲を見ると三重県の伊勢あたりまで20センチもの火山灰が積もっていたことが分かります。うわ、と、まあ、津波においては徳島県で 7.3メートル、和歌山で4メートルもの高さに及んでいたわけですね。和歌山でも、そう、九州南部でも30メートル、うーん、和歌山でも4メートル、ね、やば、こんなん来たらそれはもう西日本に住んでいた縄文人たちの文化は、うん、ね、壊滅的な被害を受けたわけですけれども、うん、一方で東日本の縄文人は、うん、その被害から逃れてるわけです。そうやね。つまり東日本ではね、うん、太古から続くこう縄文文化が途切れることなく継続していったよと、うん、いうことになりますよね。そうやね。これは縄文遺跡の特徴を見ても明らかです。縄文人が住んでいた集落は縦穴式住居で、うん、真ん中に広場があり、はい、集落の脇にはお墓があるっていうような
スタイルやったんですね、うんうん、関東地方ではねそういった縦穴式住居がこう円形にずらーって並んでいる、うん、まあ、環状集落が数多く形成されてるんですよ、うんうん、場合によってはね一つの遺跡に住居跡が100件とか200件も発見されるような大型の集落も見つかっているんです。マジで村としても結構でかいです。めっちゃでかいよね。200件ぐらい。200件はまさきの村って今何人住んでるっけ。1軒で、まあ、7、8人ぐらいですかね。結構住んでるね1軒7、8人住んでる住んでるね。多分縄文時代でもその密度なかったんですよあんまり確かにね。でもまあまあ1軒につき何人か住んでたと考えると何百人っていう集落もあったわけですよ。ほんまやね。ただそれら全ての建物がね、うん、同時に建てられたわけではないと考えられてます。ほうほう。大きな環状集落であっても、まあ、最初は10軒程度の集落からスタートし、うんうん、そうした村がねなんと1000年近く継続していって、ほう、まあ、住む人も増えてきて、はいはい、家族が増えていくからね、うんうん、徐々に大きな集落になっていったよと、あ、まあ、考えられてるんですよ。なるほど、ね、だからまさきの村もね、うん、まあ、100年後1000年後には200軒ぐらいなってるかもしれない。なってるかもしれないな。それ目指そう。そう。東日本ではこのように大型の環状集落というものがね数多く見つかってるんですけれども、うん、西日本ではねこのような環状集落っていうのがほとんど見られないんですよ。あ、そうなんや。そう。例えば西日本の中国地方で見つかってる遺跡では、うん、住居の数が2軒とか、うん、3軒しかないっていう、あら、まあ、非常に小規模な集落がほとんどなんです。全然ちゃうね。全然ちゃうね、うん、また多くの家には炉がなくて、うん、外で焚き火をしてたっていう痕跡があるだけやから、うん、まあ、西日本はね非常にこう小規模で、うん、まあ、コンパクトな集落が中心となっていたわけですよ。へえ。なんでかっていうと、まあ、これは機械カルデラ大噴火によって、うん、当時まで栄えていた西日本の縄文集落が壊滅しちゃって、あ、人々が大陸に渡ったり、うんうん、まあ、東日本へ逃げたことでその文化を受け継いで、まあ、生活をする人がね少なくなっていったというふうに考えられてるんですよ。なるほど。東京都立大学教授の考古学者である山田康弘氏は、うん、東日本の縄文集落の密集度は世界的に見て異常だと。集落規模が小さい西日本の状態がね、うん、まあ、世界のこう戦死時代集落の規模に近いよと、まあ、西日本の平均的だよと、うん、世界で言うとそう述べており、当時の東日本の縄文集落の人口密度は、まあ、世界の水準として考えても、まあ、圧倒的に高かったと、はあ、いうことが分かってるんですよ。そうなんやね。そう、こう考えるとね、まあ、世界最古の往復航海技術を持っている上に、うん、世界最大レベルの人口密度の集落があったっていうことはよ、うん、まあ、当時の東日本はもう世界最先端の文明やったとしても、うん、おかしくなさそうですよね。そうやね。で、集落の定住性が発達していくと、まあ、村社会がこう複雑化していって、うん、精神文化が急速に発達していきます。おお。で、その結果として土偶や石棒といったこう祭祀道具も、ね、数多く出現するようになるんですね、うんうん、そして、まあ、石器を作るための黒曜石とか、まあ、装身具を、ね、作るための翡翠ですよ、うんうん、翡翠が必要となってきたら、まあ、自分たちで取りに行くにはもう距離も遠いやんか、うん、そうやね、青森県とか、うん、ね、時間かかりますから、そうすると必然的に村と村をつなぐネットワークを利用して、うん、まあ、必要な物資を調達するようになっていくんです、うん、山田教授によると縄文時代の最初の段階では、まあ、必要な物資があれば、うん、もう自分でこう取りに行ってたそうですけども、うん、大型の村が作られるようになる縄文時代の中期頃からは、うん、必要な物資はもう自分たちで取りに行かへんと、うん、村ネットワークを通じて入手するようになったと、うん、ね、言われてるんですね。なるほど。さらにこうした村ネットワークというのが、うん、結婚ですよ。お、ね、こう家族と家族の結びつきを媒介にしていたと、うんうん、山田教授は語っているんですね。なるほど。つまり縄文時代というのは婚姻関係をさまざまな村と結び、村と村がつながっていたというわけですよ。なるほど。隣村の人と結婚して、うん、なんかつながると、そういうことです。へえ。前回の動画でも黒曜石が一つの原産地じゃなくて複数の原産地のものを交易によって取引していて、まあ、一箇所でね黒曜石取りすぎた枯渇しちゃうかもしれへんから、その辺のリスクを配慮して取引を行っていたよと、そういう証拠が見つかってるよというお話をしましたけれども、はい、まさにその交易ネットワークっていうのが村同士の結婚、まあ、婚姻関係で作られていたんですね、うんうん、まあ、現代やったらもう Amazon ポチッとするだけで必要なものがスッと届きますけども、当時はそんなわけにもいかないじゃないですか。そうやね。ある物資が必要になったら、まあ、縄文人の村ネットワークを
通じて近隣の村へその情報が伝わり、うん、まあ、時間をかけて必要な物資が調達されていく、うん、このような縄文式の物流システムを、まあ、原始的なイメージのある縄文時代の人々が形成していたと、うん、だいぶ前からやってたっていうのはもう間違いないと、うん、学説的に考えられてるんですよ。すごいね。めちゃくちゃすごいんですよ、うん、僕たちが歴史の授業で少し習う縄文時代のイメージって、うん、まあ、すごいね、こう原始的な服を着た、うん、ね、すごい原始人みたいな人たちみたいな、うんうん、まあ、そういう感じだったけれども、ね、実際は世界最大レベルの人口密度を誇り、うん、近隣の村と婚姻関係を介したネットワークでつながった高度な文明だったということなんです。なるほど。そして縄文集落における村のネットワークっていうのは縄文人にとってはもう大事なライフラインといっても過言ではないんですよ、うん、言うたら周りの村から孤立してしまったら、ね、欲しい物資が手に入らへん、うんうん、しかも人口維持できへん可能性もあるみたいな、うん、そういう事態に陥ってしまう可能性すらあったわけですね、うん、そのため村と村のつながりをねよりこう強くする方法が生まれていったよと、ほう、ね、山田教授は語ってるんですよ。そうなんや。その方法というのが、まあ、祭祀なんですね。祭祀。そう、婚姻によって村と村が、まあ、親戚関係になっていくわけやんか、うんうん、で親戚一同を集めて大掛かりな祭祀を行うわけです。ほうほう、まあ、現代で言ったらまあちょっとちゃうけど、うん、まあ、夏にはお盆で、はい、まあ、親戚一同が集まったりするやんか、うん、まあ、そんな感じ、うん、イメージとしてイメージとしては。で祭祀を通じて人々が集まることで親類同士のつながりが強くなっていって、うん、村同士のネットワークが強固になっていったと、まあ、そういう風に考えられてるんですね、はい、ところがね、西日本では土偶とか、まあ、石棒といった祭祀に使われる道具はほとんど出土してないんですよ。うーん、西日本は東日本と違って機械カルデラ大噴火のこう被害を受けたから、うん、まあ、そもそもこう痕跡もあまり残ってないし、はい、まあ、人口がかなり少なくなっていましたけれども、うん、まあ、人口密度が少ないということは何か問題が発生した際に、うん、もう他のとこ住めばいいかと、そういう動きで解決ができたんですよ。なるほど。パッとね、引っ越せると。そう、逆にそういう良さもあったというかね、うん、ただその代わりこう必要な物資は手に入らへんよみたいな。そうね。でこのような状況下では定住とともに発展するネットワークとか、まあ、最新の文化というのが構築されにくかったと、うん、まあ、そういう可能性があるということなんですね、はい、同じ縄文時代でも西と東で別の国と言ってもいいくらい、うん、まあ、文化というか、うん、そういうものが違うんですよね。噴火のおかげさまで。そうなんですよ、うん、機械カルデラ大噴火をきっかけとして、うん、西日本と東日本で大きくねこう文化の差が生まれてしまった、うん、そういう話なんですよ。そういう強制イベントみたいな、ね、強制イベントっていう言い方はなんかおかしいけどもねこちらの図を見てください、うん、この図はね神武天皇の時代よりはるか昔から存在したとされる古代富士王朝の秘密を伝える宮下文書に記される、うん、天の世七代っていう最初の神々の系図なんです。はいはい、懐かしの。まだ最後まで言ってないけどそれもういつも言ってます、ごめんなさいやりますからね。やりますか。でも俺出雲口伝やった後の方がいいなと思って、あー、でちょっと近々ね宮下文書やるんですけど、はい、この神々の系図を見ていくとねめっちゃ面白いんですけど、うん、まず最初の神様の名前がね、うん、天の峰の日と書いて、うん、雨の頬となってます。はい、峰っていうのは高い山っていう意味があるんですけども、その次の代の神様の名前が、うん、天高く昇る日と書いて雨の高穂っていう名前になってますよね、うんうん、だから高い山から日が吹き出て、うん、その日が天高く舞い上がるっていうそういう構成になってるんですよ。なるほど。これ明らかにこれ火山の噴火のことを表してますよね間違いなく。そう、そっからこう代々見ていっても火山から噴火したマグナが地上に落ちて、まあ、木とか草が生えるっていう表現になってますよね、うん、これはもう長い年月の経過を表しているとも考えられますけども、六代目の神様には危機における天の世界高間ヶ原を意味する雨の高原という名前が当てられていて、七代目の神様には天の柱と書いて雨の御柱っていう名前が当てられてますよね、うんうん、思い出してくださいね。キキでは天の世界高間ヶ原から降り立ったイザナギと、うん、イザナミっていう二柱の神々が、うん、ね、こう地上に降り立って、はい、最初に作ったオノコロ島に、うん、天の御柱を建てたと、うんうんうん、いうお話覚えてます？うん、覚えてなかった終わりだ。じゃあ今覚えた。お前脳みそ変えてくれへんつまり日本の歴史の始まりは高間ヶ原から降り立った地上世界で天の御柱を建てるところからスタートしてるのよ。はいはいはい。で宮下文書では1代目2代目3代目は、ね、高い山の噴火を表してて、うん、で4代目ぐらいからこう長い時間の経過を表していて、はいはい、で6代目で高間ヶ原の名前が出てきて、あ、ね、でこう雨の御柱を建てたっていう、うん、そういう描写が宮下文書の神々の系図の最初にこう載ってるんですよ。わお。そこを踏まえた上で宮下文書に記される天の世七代っていうね名前に隠された暗号を紐解くと、うん、1
ある場所で鉱山による大噴火が起こった。はい、2、大噴火の被害に遭った人々は新天地を求めて、遥かなる旅に出た。3、長い年月をかけて新天地、高間ヶ原を見つけて、そこに雨の御柱を建てた。こんな感じになるのではないでしょうか。さらに、宮下文書によると、新天地、高間ヶ原には、須弥仙山、すなわち須弥仙と呼ばれる鉱山が存在したよと、その周りに住みましたよと、まあ、記されてるんですね。そもそもが鉱山による大噴火被害に遭った人々が長い年月をかけて、高間ヶ原、須弥仙という鉱山に移り住んだということは、彼らは自分たちが崇拝していた霊山に近い、立派な山を探し求めて、長い時間をかけて移り住んだ可能性があるっていうことなんですよ。そう、この描写だとね。そう、つまり大噴火の被害に遭った人々っていうのは、高い山を聖山として崇拝していた民族だったと、いうことがわかるわけです、ここまでのお話でピンときた方も多いかと思いますけれども、はい、大噴火の後に新天地を求めたっていう、この流れは大噴火の影響でその場所に住めなくなったってことですよね。そうやね、もともと高い山を信仰してたけど、大噴火でそこに住めへんくなったから、似たような山を探して、長い年月をかけて須弥仙を見つけたっていう、そういうストーリーが、フェーズに隠されてるのよ。わー、面白くない？宮下文書すげー。またやるからね。そして、人がしばらく住めなくなるレベルの大噴火と言えば、先ほどお話した、機械カルデラ大噴火が、ね、思い浮かびますよね。そうよね。1万年の間に最高レベルの大噴火やから。そうやね。ね。間違いなく。で、1000年近く住めなかった場所ですから、そう考えていくと、宮下文書の冒頭シーンは、もしかしたら、機械カルデラ大噴火の被害を受けた九州縄文人の大移動を表している可能性があるわけですよ。日本のペトログリフ研究者竹内勝忠先生は、世界各地に巨石文化を広げた海洋民族ラピュタ人の主な活動期間は1万2000年前から5000年前だったと考察しています、海洋民族ラピュタ人は資源が豊富な日本を拠点としていましたけれども、まあ、九州に住んでいたラピュタ人たちはね、機械カルデラ大噴火の影響でもう住まれへんから、海を渡って新たな拠点を探すことになります。はい、そこから一部のラピュタ人は、その1000年後に再び日本に戻ってきて、巨石遺跡を作り、各地で火伏せ神事を行ったと。で、北欧に渡った一派は、古ケルト族の源流となり、中東に渡った一派は、シュメール人の、源流となっていったっていう、そういう話に繋がってくるんですよ。だいぶ見えてきたね。見えてきたでしょ？ケルトとかシュメールっていうこの辺のお話は、ペトログリフシリーズの基礎知識編で、超がっつりと解説しているんですけども、竹内先生の説によるとね、日本を拠点としていたラピュタ人たちは、海を渡って長い長い年月を経て、民族としての形を変えて、再び日本に戻ってきているよと、説明しているんですわ。すごいな。ね、この辺のお話はもうめちゃくちゃ面白いやんか。この辺はね、後半でさらに深掘りしますけれども、宮下文書でも大噴火の被害を受けて大移動して、やっと須弥仙を見つけて、そこに住んでたのに、なぜかその場から離れて、日本にある蓬莱山を目指したっていう、そういうお話なんですよ。そういうお話や。思い出しました、ちょっと。はい。宮下文書ってそういう話。確かに。で、須弥仙に住んでたらええやん。やっと見つけたの。でも、須弥仙から中国。で、中国から日本に渡ってきた様子が、宮下文書では明らかにされてるんですよ。うわー。そう。繋がった。繋がってんねん。うん。そして、宮下文書の系図によるとね、出雲口伝の超重要人物、徐福も、その須弥仙に住んでいた一族の末裔だと、記されてるんですわ。なんと。なんと。ということは、つまりあの徐福も機械カルデラ大噴火の被害によって、古代日本を飛び出た一族の末裔ということが、あらららら、そういう風になっちゃうわけですよ。なんとなんと、これはやべえと。もしこれが事実だとすると、出雲口伝に登場する徐福がね、異様に和国にこだわってたっていう、あの謎の理由が分かるような気がしますよね。何回も来て、もうルーツですからね。ね、徐福のルーツが和国だったと。ちなみに機械カルデラ大噴火の後に住み着いた須弥仙という場所は、古代インドの世界観の中では、地球の中心にそびえ立つすごい山だと伝えられており、その考えは中国とかインドネシア、日本などにも広がっているんですよ。さらにこの須弥仙というのは、サンスクリット語でスメールと発音し、インドネシアのジャワ島にある須弥仙に由来する聖山も
スメルさんと呼ばれてるんです。スメルというのはシュメールの正式な発音に近い呼び方で、日本でもこう戦前まではね、シュメールのことをスメルと発音していたんです。ただこう戦時中にこうスメルと、まあ、日本の天のスメラをこう結びつける考え方がこう流行しちゃったから、うん、そういうのを忘れさせるためにシュメールと呼ぶようになったんですけど、あ、変えたんや。他の国では普通はスメルって言われてるんですよ。へー、そうなんや。そうで、これまでねトゥーランドブルクが扱ってきた日本とシュメールが同祖っていう日種同祖論とか、竹内先生の説ともピタピタにはまってきますよね。ここまでは、まあ、西日本というか、まあ、九州縄文とかそこに住んでたラピュタ人のお話やったけども、うん、機械カルデラ大噴火の影響が少なかった東日本っていうのは、うん、どんな流れがその後あったのかっていう、あ、そこも重要ですよね。確かに。ここからは竹内先生の説に加えて、これまでトゥーランドブルクで扱ってきた様々な古史古伝とか国費古伝を掛け合わせて、縄文時代における東日本の知られざる歴史の変遷に迫ってきたいと思います。おー、濃そうだ。濃いよ。日本最大級の縄文遺跡と海洋民族ラピュタ人、青森県青森市にある三内丸山遺跡は、だいたい5900年くらい前から4000年前の縄文時代前期頃から、うん、縄文時代中期頃に栄えたとされる大規模集落跡なんですね。この三内丸山遺跡のとんでもない特徴は、まず村の継続期間の長さと、規模の大きさ、遺構遺物の多さだと言われてます。そうなんや。まずはこのとんでもないヤバさを、ね、解説していきますね。まず継続期間の長さですけれども、これは村が形成され始めてから終わりを迎えるまで約1700年間の間存続していたことが分かってます。各時代の特徴をつける暮らしの道具とか建屋式住居などのこう施設がかなりの数発見されていることから、まあ、1700年の間ね、こう文化がこう途切れることなく生活がずっと継続していたよと、いうことが判明してるんですね。すごい。1700年1個のこう集落が続くやばくない？めちゃくちゃすごいな。この2000年間あるかなってぐらいしかもその間争いの形跡が全く見つかってないんですよ。当時のこの遺跡に住んでいた縄文人たちは一切争いをせずに人々が調和して1700年間ずっとね平和に生活していたっていう、そういう文化を表してますよね、これ。次に規模の大きさですけれども、これは村の広がりが約42ヘクタールっていう広大な面積に及び、中心付近から考えると破格の規模の建物跡が発見されてるんですよ。また各時期に作られた生ゴミなどの捨て場とか森土なんかも大量の遺物を含んでいて、約1000年間の廃棄で堆積した土の厚さが約2メートルに達するほどの規模なんです。おお、すごっ。ね、2メートルの土層を作るってなかなかすごいよね。で、最後の遺構遺物の多さですけれども、これはね出土品をこう収納した段ボール箱が、約4万箱にこう達してるっていう、4万箱そんなレベルで、そんなレベルか。そう、またその出土品の中には最新の道具である土偶とか、盛り土を中心に2000点以上出土しており、で長期間継続した集落においてもうめちゃくちゃ活発に祭祀とか儀式が行われていたことが分かってるんですよ。まあ、そんだけ出てくるわけだからね。やばいね。で、先ほどもお伝えしましたけれども、まあ、祭祀っていうのは信仰という役割以外にも、近隣の村と村をつなぐ村ネットワークを強固にするっていう、そういう意味合いがありましたよね。この三内丸山遺跡でもその村ネットワークがもうとんでもなく、近隣とかいうレベルじゃなくて、めちゃくちゃ広範囲に広がっていたことが、この見つかってる遺物品から分かってるんですよ。そうなんや。例えば北海道産とか長野県産をはじめとする黒曜石とか、新潟県産の翡翠、ね、岩田県久慈産の琥珀とか、特定の産地でしか取ることのできない石材がね、この三内丸山遺跡で見つかっていたり、日本海側の地域から持ち込まれたと考えられるアスファルトなんかも見つかってるんです。ということはこの三内丸山遺跡に存在していた村は、北は北海道、南は長野県までをこう村ネットワークとして攻撃してたよってことが分かってるんですよ。東日本だいぶやね。せやね、ほぼめちゃめちゃすごい。やば。明治大学の元教授である杉原茂雄氏は、青森県から約600キロ離れた長野県にある霧ヶ峰山の黒曜石が三内丸山遺跡で発見されたことから、さすがにそれは陸路じゃきつくねってことで、日本海側を海路で運んだ可能性が高いと分析しているんです。なるほど。つまりよ、三内丸山遺跡が存在していた約6000年前には、船を使って海路での交易を行っていた可能性があるということなんですよ。そう
ういうことですね。普通の感覚やったら、え、そんな6000年前とか昔からカイロで交易とかありえんのって、うん、驚くとこやと思うんですけど、そうね、前回のペトログリフ考察から考えると、うん、なんか最近の話やんってこうなっちゃう感じもあるよね。ちょっと思っちゃってた、思ってたよそもそも世界最古の往復航海が日本の神津島と本島間で行われていて、その時も黒曜石が交易されてたわけやから、うん、この6000年前っていうのはそっから3万年以上後の話以上あっちゃうやんな。そんな時代に船がつかないわけないじゃないですかって思っちゃうよね。そうやね。それこそ全く別の文化に作り変えられてたとかなら別やけども、うん、まあこう連続性があるからね、縄文文化は。そうやね、途切れてないもんね。そうなのよ。そんな感じで縄文時代に発展した三大丸山遺跡には少なくとも600キロも離れた場所との村ネットワークが存在していたことがもう確定してるんです。でも少し不思議ですよね、うん、だってまずはこの村ネットワークっていうのは婚姻関係によってつながると、うん、そのつながった村同士が交易を行っていたとすると、うん、まずは婚姻関係が結ばれないと、うん、交易ができひんわけやからね。確かに。そう考えると600キロも離れた場所でねどう出会うねんというかつながるねんって話だし、せやな。そもそも、まあ、その黒曜石が取りたいから結婚って話になるわけやから、うん、情報をどうやって知ったのって話だし、確かに、どのようにして交易を行っていたのかっていう話にもなりますよね、うん、ずっとこう集落から動かへんかったら何の情報も入ってこないわけですからね。そうよね。ということはつまりね、動く人が必要なわけですよ、うん、縄文時代の日本には村と村を行き来して情報を伝えたり交易を担っていた移動する人たちがいたと、うん、いうことになるわけですよ。そうなるね。そして海路を使って交易をしていた民族というのが、言えば、ね、言えばね、言えば海洋民族ラピュタ人なのではないかと。はい。でもそうなっちゃいますよね。まあなっちゃいますよね。そう、自分たちでは取りに行けない物資をこう手に入れるために近隣の村とね婚姻関係を結んでいた縄文人たちにとって、うん、まあ、定期的にね海の向こうからやってくる海洋民族ラピュタ人たちはもうめちゃくちゃ貴重な、うん、大切な存在だったのではないでしょうか。はい。海路を使ってもう数百キロも離れた場所にある物資を運んできてくれるね、うんうん、海洋民族ラピュタ人の存在は縄文人たちにとってはもうめちゃくちゃ貴重な情報源でもあるから、うん、しかも物資を運んでくれる商人でもあったと。そうよね。そうだからね、こうやっぱ昔の出雲族とかにはマリビト艦隊みたいな、うんうん、外からやってきた人たちをこう受け入れて、うん、おもてなしするっていう文化は、はいはい、こういうところから始まってるんじゃないかなと思うわけですよ。そうね。敵じゃなくて、うん、新しい情報とか物資を持ってきてくれる人みたいな、うん、外からこのね来る人、当時の平和な縄文時代はそんな感じだったんじゃないかなと、うん、前回のペトログリフ考察では縄文人とラピュタ人はそもそも同じルーツを持っていたのではないかっていうね、そういうお話に最終的になっていったよね。はい。ってことはもしかしたら縄文人とラピュタ人の間にはそもそもの同族意識のようなものがあったのかもしれないっていう、うん、まあ、そういう話にもなってくるんですよ。そうよね。そう、まあ、ラピュタ人がね一番の拠点にしてたのが、まあ、日本やったわけやから、うん、なんならその土地を守る定住型の縄文人と海を渡ってさまざまな情報とか物資を獲得してくる出稼ぎ組のラピュタ人みたいな関係性やった可能性さえあるわけですよ。うん、少なくとも縄文人とラピュタ人も婚姻によって結びつき交易を行っていたことを考えると、縄文人とラピュタ人の間にはもうめちゃくちゃ深い結びつきがあったことは間違いないわけですよ。うん、だからこそめちゃくちゃ遠く離れた土地とも、まあ、交易ができていたわけですね。うん、どんだけの範囲で交易してたのって話だけども、うん、実際に約6000年前の縄文遺跡である山形県の中城台遺跡ではね、もう中国製の石符が見つかってるんですよ。あら、中国。そう、国内やったらまだ陸続きやからね、多少遠い場所にある村でもたどり着いて婚姻関係を結ぶことはできますけれども、それが中国となってくると、うん、まあ、話変わってくるやんか。もう海またいでるしね。そう、でもその謎も世界を股にかけていた海洋民族ラピュタ人が日本と中国大陸をつないでいたと考えれば、うん、まあ、ついつまが合いそうですよね。そうやね。また三内丸山遺跡のロングハウスと同じ構造の建物の遺跡がヨーロッパでも発見されていましたよね。うん、ほぼねこのヨーロッパで発見された、ね、このロングハウスは縄文時代のロングハウスともうほぼ同じ作りなんですけども、うん、ね、こういった文化はファンネルビーカーピープルと呼ばれる海洋民族が東洋の方からやってきて伝えてくれた技術だよと現地の文化庁が認めてるんですよ、うん、言ってると、はい、この辺の内容についてはこれまでのペ
トログリフシリーズで詳しくお話ししているので、まあ、ここではさらっとしか触れませんけれども、うん、概要を通って世界中から貴重な資源とか知識をもたらす海洋民族ラピュタ人の存在は縄文人にとっても超重要だったわけです、うん、高度な文明を持っていた縄文人と高い航海術を駆使して世界中の情報を持っていた海洋民族ラピュタ人が交わることで世界最高レベルの人口密度を誇る集落を作り、これまた世界最高レベルの交易ネットワークを駆使して高い文化レベルの生活をしていたって考えると、うん、これはもう6000年前とかの話なんみたいなそういう話になってきますよね。なってくるよね。こうして海洋民族ラピュタ人と東日本の縄文人が交わりながら高度な文化を形成していったっていう、うん、これが東日本の流れですよ。なるほど。しかしそれだけでは終わりませんでした。あら、ここからはね、コシコデのお話にもなってくるんですけども、もうなんとこの三内丸山遺跡にはもう一つの勢力がやってくるんです。もう一つの勢力、いつもとこの捉えると縄文人。縄文時代の中期頃、三内丸山遺跡のある地域に数千人規模の捉え勢力が現れます、うん、厳密に言うと出戻り勢力というのかもしれませんけれども、うん、これね、出雲王家の末裔が伝える出雲口伝のお話なんですね。はいはい。これによると、今から4000年ぐらい前にインドのクナ国ってところからそこに住んでたドラビダ族が日本にやってきたよと、うん、ね、出雲王家の末裔の方が伝えてるんですよね。はいはいはい。詳しくはこちらの動画でお話してますけれども、インドを出たクナ国の人々はゴビ砂漠を越えてバイカル湖からアムール川を渡ります。そしてマミヤ海峡を越えてカラフト島を渡り、北海道を通って津軽半島へとたどり着くんですよ。うん。そしてなんと日本にたどり着いたクナ国の人々は三内丸山遺跡の村にしばらく住んだと伝えられてるんですよ。はいはいはい。伝でね、うん、で三内丸山遺跡が約5900年前から4200年前に発展した集落だと言われているので、ドラビダ族こと出雲族がたどり着いたのは相当晩期のタイミング、うん、ってことになるんですね。はい。東京大学大気海洋研究所の川畑穂高教授によると、青森県陸奥湾の堆積物の花粉分布から当時の気温を調査した結果、今から4200年前頃から急激な寒冷化が始まったっていうことが明らかになったんですよ、うんうんうん、ちょうどね、出雲族が日本にたどり着いたタイミング、タイミングなんや。つまり出雲族が三内丸山遺跡にたどり着いたあたりの時代からその地域はね、急激な寒冷化を迎えており、うん、そこからその集落が衰退していったのではないかと推測されてるんですね。なるほど。で、出雲口伝によると三内丸山遺跡を後にした出雲族はその後秋田県鹿角市十和田大湯あたりに定住し、そこにある縄文時代後期の大型の排斥遺跡大湯環状列石を作ったと出雲口伝では伝えられてるんですね。こうして出雲族っていうのはこう日本海側を南下しながら自分たちのこう文化とか信仰を広げていったというお話なんですよ。なるほど。この辺りからビューンと飛んで出雲王国が成立する紀元前660年頃までの下りっていうのは、公開されている出雲口伝の本とかではもうがっつり端折られてるから、詳しくその詳細を知ることはできませんけれども、うん、出雲族の文化とか信仰を広げた期間は1000年以上あったわけですよ。うーん、いろいろあったよねと。まあその間にね。そう、竹内先生のお話に戻すと、まあ、この頃の海洋民族ラピュタ人というのは日本に残って縄文人と同化していった一派と、北欧とか中央の大陸に渡って同化していった一派に分かれていったっていう、まあ、そういうお話でしたよね、うんうん、そして長い年月を経てラピュタ人の末裔とかその英知を受け継いだ氏族が九州の方に戻ってくるっていうのが、まあ、あの竹内先生の説になるわけですけれども、うん、ここで重要になってくるのが、まあ、西日本と東日本の違いなんですね、うんうん、ここまでお伝えしてきたように東日本の縄文文化は機械カルデラ大噴火の被害を免れて3万8000年前の大福航海があった頃からの縄文文化が残っており、残っており、ね、非常に人口密度が高くて祭祀などの宗教も発達していました、うん、そしてそこにインドのクナ国からやってきたドラビダ族が交わったことで、はい、ね、サイの神信仰のような出雲の文化も混じり合って、混じり出して後の歴史へとつながっていくわけですよ。はあ。ところが西日本というのは一度機械カルデラ大噴火によって文明が滅びちゃってると、うん、リセットされた状態のところに生き残ったわずかな縄文人がそのまま住んだり、うん、だいぶ後に日本に戻ってきた海洋民族ラピュタ人が文化を築いていた。はいはいはい。そこからしばらくすると、まあ、大陸を渡って朝鮮半島を経由し対馬ルートからラピュタの英知を受け継いだ、うん、で様々な帰化勢力が、まあ、日本にたどり着いていったっていう、うん、そういうお話になるんですよ。なるほどね。となると、まあ、西日本の文化と東日本の文化っていうのは、うん、だいぶ大きな違いがあると変わってくるよね。お話になるよね。もうだって回った人たちがね、そう、こう西はやり始めてる。そうなのよ、ね、東はずっと前からあるのは残っている残っていると。ここに出雲が入ってきて、
はいはいはい、出雲がなんでその青森の方にたどり着いたかっていうのも、うん、ね、争いを避けるために、うん、シベリアの方からこう来たから、あ、こっちの方に行けたけど、うん、大体の人たちはバキバキに戦いながら対馬ルートの方から来るんですよ。そうね、そういうお話ですよね、うん、で以前お話した東北シリーズの動画では日本にはかつてね東の方に北上の国があったっていうお話をしてきましたけれども、はい、ね、西と東で国が変わるほどの違いが生まれてしまったこの根本的な理由っていうのは、うん、この機械カルデラ大噴火が、うん、大きな影響を与えている可能性があると、もうね、言えるわけですわ。間違いねえな。ここまで来るとね、ここまでは機械カルデラ大噴火を起点に東日本について考察してきましたけれども、うん、ここから再び西日本に目を向けて掘り下げてみましょう。はい、日本から飛び立った16シード西日本の縄文人たちもかつては東日本の縄文人と同様に非常に、ね、高度な文明を持ってたんですよ、うんうん、実は機械カルデラ大噴火によって作られた地層の下から、ね、遺跡が見つかってるんですよ、で当時の生活様式が見つかってるんですけども、連結炉を使った高度な料理を行っていたことが明らかになったんですよ。へえ、でこんな感じであら狩猟で取ったこうイノシシ肉を燻製にしたり、は魚をハーブで焼いたものや、うん、どんぐりを粉にして作ったクッキーなんかも食卓に並んでいたことが分かってるんですけども、ここまで料理が発展するってことは、うん、燻製とかハーブで焼くとか文明レベルとしてもうめちゃくちゃ高いことを物語ってるやん。ねえ、これめちゃくちゃうまそうやん。そうやん、めっちゃもううまそうやん。腹減ってきた。腹俺もやわそれぐらいグルメやし、うん、まあ、実際にこう縄文人っていうのはもう同じ時代の他の民族と比べると圧倒的に虫歯が多いっていうぐらい、あら、もうめっちゃグルメやったと。うん、しかし機械カルデラが噴火した7300年前、西日本特に九州に住んでいた縄文人たちは壊滅的なダメージを受けました、うん、先ほども言った通り薩摩半島ではもう30メートルにも及ぶ津波がね、大津波が押し寄せたと考えられてるんですけども、うん、この機械カルデラ噴火の被害によって九州や四国中国地方にいた縄文人たちは東に逃れたり、うん、海を越えて大陸へ渡ったりしたわけですよ、うん、でこの当時西日本にいた海洋民族ラピュタ人は助かった縄文たちを連れてカイロで東日本へ避難したり、うん、大陸へ渡っていった可能性が考えられますよね、うんうん、こうして西日本の縄文人たちは世界へと渡っていったわけですけれども、お、で日本から世界へ旅立っていった高度な文明を持つ人々というと、以前このチャンネルでガツッと考察した、うん、正統竹内文書にも似たような口伝がありましたよね。おお、正統竹内文書、言えてない、めちゃめちゃ噛んだし忘れてるな、ほんで前すぎてちょっと忘れてるかも。ちょっとまだ分かりやすいわすいません。第73世竹内の宿根と言われる竹内睦弘氏が公開した正統竹内文書では、うん、古代の日本人が世界中に分散して、うん、各地に知識とか技術を伝えて文明を起こしたっていう、うん、そういう口伝が残ってましたやんか。はいはいはい、思い出しましたか。ビャーンって言ったやつね。ビャーンって言ったね。16種族がね、16方向に。16方向に。それが16菊花門になったよっていう。はいはいはい。そういう話ね。思い出した。思いはもう思い出しかない。詳しくはこちらのシリーズで解説しているので見てほしいんですけれども、うん、まあ、簡単に解説すると、世界の中心だった日本の皇帝、イザナギと、その皇后のイザナミには、16人の王子と王女がいました。彼らは16の雫を束ねる長やったんですよ、うんうん、でイザナギはそんな16人の子供たちにいろんなことを学ばせるために16の雫を世界へと派遣したと伝わってるそうなんですね、うん、そしてその後リスクを承知で日本に残るか、それとも海を越えて大陸に渡るかの二択に迫られるような天変地異を経て、うん、再び日本へと戻ってきたのがアマテラス、ツクヨミ、スサノオの三雫だと語られてるんですよ。なるほど。この天変地異っていうのはノアの箱舟伝説にあたる1万2000年前に起こった世界規模の大洪水という風にも考えられますけれども、うん、ね、ここまで話すと、うん、日本に残るか海を越えて大陸を渡るかっていう二択は、うん、これはもう機械カルデラ大噴火のことを指しているように見えますよね。見えますよね。大洪水やったら二択ないやん。つせやな。そう、もう逃げるしかないというか。逃げるしかないから。うん、正統竹内文書では派遣された16人の王子とその士族は世界中で言語とか文化、信仰を伝えていったということなんですけれども、うん、もしかしたらこの話がよ、機械カルデラ大噴火によって大陸へと渡ったラピュタ人と、ね、九州縄文人のことなのかもしれないっていう、うん、まあ、そういう話になってくるわけですよ。確かにね。竹内先生はハーバード大学のバリー・フェル教授が提唱していたエンシェントワンワールドっていう考え方をベースにしてましたよね。うんうん。このエンシェントワンワールドというのは古代の世界は一つの文明によって結ばれており、それがある海洋民族によって、まあ、世界中に伝わっていったっていう、うん、そういうお話がハーバード大学の教授が提唱してるわけですよ。はいはいはい。で竹内先生はこの海洋民族こそが
あのラピュタ人だと考えて長年調査をしてきたわけですけれども、うん、この海洋民族ラピュタ人の英知が高度な縄文文化と混ざり合ってさらに発展し、それが機械カルデラ大噴火をきっかけに世界中に伝わっていったのだとしたら、うん、ね、世界中に巨石遺跡がある理由とか、はい、青銅多球縄文時代の宮殿にある日本から世界へ文化を広めに旅立ったっていう、うん、16子族のお話にもあもう繋がってきますやん。キャーそうなってくると米国碑文学会の子バリーフィル博士が提唱した巨石遺跡を世界中に広めた海洋民族が存在したっていう説とか、うん、エンシェントワンワールドの考え方にも、うん、もうピタピタリンクしてくるんですよ。ピタリやね。ピタリです。実際に海洋民族ラピュタ人の痕跡は北欧や中東環太平洋沿岸部の巨石遺跡などから見つかっているわけですからね。なぜか共通の文化が存在している。している。そして大陸へと渡った海洋民族ラピュタ人のその後の歴史がケルトやフェニキアシュメールへとつながり、うん、再び日本へと戻ってくるわけですから、はい、これまた青銅多球縄文時代の口伝とガチガチにはまってくるわけですよ。はまってますね。そうなってくると、まあ、インドのドラビダ族、うん、クナ国の人たちもそうだった可能性が高いですよね。そうやね。だってインドともすごい深い関わりがありますからね。うん、こちらの動画でがっつり掘り下げていますけれども、竹内先生の説では日本に戻ってきたラピュタの末裔は全部で5つのグループがありました。うんうん、でこの日本出戻り組ともいえる5グループについて簡単に説明すると、ほう、1つ目のグループがシュメールがアッカドに征服された後にシュメールから逃げ出した王族とそのお供としてついてきたケルトとか、うん、マガン族。マガン族はね、こちらでも説明ありますけれども、まあ、こちらもシュメール文明を立ち上げたラピュタの末裔ですね。うん、シュメールにそっくりなクメール文明を立ち上げていて、まあ、蛇神ナーガ信仰です。2つ目のグループがモーセと共にエジプトから逃げ出したヘブライ王家の人々と、まあ、彼らを連れてきたマガン族ですね。うんうん、まあ、彼ら海洋民族ですから。うん、で3つ目のグループがあのソロモン王の一族と、うん、でビジネスパートナーやったフェニキア人、そしてケルト人。お、4つ目のグループが2つに分裂したイスラエル王国の北朝十子族、うんうん、で最後の5つ目のグループが2つに分裂したイスラエル王国の南朝二子族とスサノオダリウス王一族。うん、最後のグループなんかはだいぶ一神教です。こんな感じになるわけですよ。はで竹内先生の説によれば、この時の4つ目のグループが、まあ、正統竹内文字でいうところのアマテラスの一団で、うん、5つ目のグループがスサノオの一団と、いうふうに考察されているんですね。なるほど。世界各地へと派遣されて文明を伝えて、再びアマテラス、スサノオ、ツクヨミとして日本に戻ってきたという正統竹内文字の口伝の内容と、まあ、海洋民族ラピュタ人が縄文人たちと交わって世界へと渡って文化を伝え再び日本へ戻ってくるっていう、うん、竹内先生の説とか大噴火で逃げて再び日本に戻ってきたっていう宮下文字の記述とか、うん、もう全部が全部が不思議なくらい一致していくんですよ。ピタピタでございますね。で今回の動画の前半でお伝えしたように7300年前の機械カルデラ大噴火を境に西日本と東日本の間には大きな文明格差が生まれました。うん、そして被害を免れた東日本にはインドのクナ国からイズム族がやってきて、そこで縄文人たちと交わったとイズム口伝では伝わってましたよね。うんうん、おそらくその時にはラピュタ人たちも東日本を拠点としていたはずなので、交易ネットワークがあったからね。うんうん、東日本では縄文、出雲、ラピュタの3つの文化が混ざり合い発展していったはずなんです。うんうん、で出雲族はそこから南下していって古代出雲王国として日本で初めての統一国家を立ち上げ、うん、後にやってくるアマテラスとかスサノオといった勢力に国を譲る歴史へとつながっていくっていう、あ、まあ、そういう流れが考えられるわけですよ。なるほどね。この辺はね、細かいニュアンスが口伝ごとに違うけれども、うん、以前の東北シリーズでお話した北上の国というのも、この東日本に広がってきた広域なこう文化圏というかね、うん、アマテラス勢力に征服されなかった人たちだと考えると、うん、まあ、これまたいろいろとね、つじつまが合ってきそうですよね。そうやね。こんな感じでね、なかなか壮大な歴史考察をしてきましたけども、お、いかがだったでしょうかね。いや、これだいぶ縄文のこととかがね、分かってきてる ね。青銅多球縄文書では飛躍したお話に聞こえたけれども、うん、その細かい部分が今どんどん埋められていってるような感じよね、これ ね。確かに。今回はね、キリがいいのでここまでとなりますけども、うん、次回のペトログリフシリーズ超超超考察会第3弾ではついに日本建国後の歴史について深掘りしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、動画の感想とかね、応援のメッセージもめちゃくちゃ楽しみにしているので、ぜひコメント欄からお知らせください。はい、ぜひお願いします。で概要欄にトゥーランドブログの SNS、 いち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブログ公式 LINE、 まさきが大暴れ大奮闘しているもう一つのチャンネルトゥーランドクエスト、うん、YouTube では絶対に話せない裏側を公開しているニコニコチャンネルプラス、はい、でライブ配信の重要シーンとまとめ動画を切り抜いてくれているトゥーランドの小部屋の URL は全て概要
要欄にございます。はい、私サムが初めて書いた、ね、考察本でありません小説古事記転生の情報とか、うん、トゥーランドブルグが初めて立ち上げた公式グッズショップなんかもね、はいはいはい、もう全部概要欄に載ってますので、もう全てが概要欄に詰まってます。はい、僕らもいろんなチャレンジしておりますので、ね、SNS なんかチェックしていただけると嬉しいでございます、はい、ぜひお願いします。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ、バイバイ。